ヘンと蝶蝶は西洋音楽における蝶の一つでヘンと音を主音とする蝶蝶である。調合はフラット6箇所である。アカマスは一般に臨時記号により表される。和音は自然調音界で考えたもの。セブンの和音は V7 の、セブン7の和音は V9 の混音を省略した形とみなされることがある。その他のコードネームも実際の楽譜では、 異名動音的に変えられることがある。ヘ長調で始まって半音ずつ高く転調する曲の途中で使われる場合が多い。また、ヘ長調で始まって末尾で半音高く転調するところで使われる場合も多い。この蝶で始まってと長調で終わる曲もある。ピアノでは国権が多く利用されるため発見よりは弾きやすく柔らかい音が得られるとされている。また、 音形によっては、分子がしやすい。このため、この蝶のようにシャープやフラットが5個以上の蝶は、完全平均率が普及したロマン廃校のピアノ曲に特に多い。ただ、調合が多く使用され、独譜が難しいという欠点がある。カテゴリー、変と蝶々を参照。ありがとうございます。